では早速車両の方を見てみましょう。じゃん、こちらです。外装から妻、大きさがこのぐらい。こうやって見るとでかいね。うん、後ろもねこんな感じ。早速見ていいですか、中。はい、それでは車の名前はクナウスポルト600。さあじゃあ妻入ってみてください。ね、サイドオーニングもフィアマのオーニングついてます。入りまーす。じゃかじゃん。ね、まず入って後ろ側が2人用の席と折りたたみの2段ベッド。これが実はさ、妻理想的で、これがさ簡単に、まあ、簡単にじゃないね、後で教えてもらおう。折りたたんでバコンって立つんだよね。そうすると下がちゃんとテーブルと椅子として使える。これ気をつけてください。マックス65キロまでです。あ、じゃあうちの子は大丈夫。そう、うちの子は大丈夫だけど、妻は無理。いやいや、大丈夫。まあ、大丈夫。失礼しました。で、入ってすぐ右側がシンクですね。開けます。開けてください。はは。なるほど。これ、お湯と水の温度を変えられるんだと思うんだよね。で、コンロ2口。どうですか、これ。リゾマンだと思えば。そう、リゾマンだと思えばガスのコンロなんで。ちょっと紹介してもらってもいいですか、説明してもらってもいいですか。はい、この車の中、はい、特徴を教えてもらえれば。特徴はですね、まあ、はい、トレーラーで、まあ、インディアナ RV さん の、うん、あの取り扱い車両って、まあ、装備が揃ってるのが多いので、はい、うん、まあ、FF ヒーターだとか、FF、はい、ルーフベント、トイレだとかも最初からついてるっていう、ね、まあ、装備が多いお車。なるほどですね。まあ、このぐらいの年式になってくると、まあ、例えばそのエアコンがついてるとか、うんうんうん、そういうのじゃない限りは、あの価格差もそこまで出なかったりとかするので、まあ、まあこれぐらいの装備ついててこの年式で149万円ということを考えれば、うん、非常にお買い得なお車かなとは思います。なるほど、はい。一番の特徴って言われたら何ですか、この車は。この車の一番の特徴ですか。はい、インディアナさんのはトレーラーでも断熱材が、うん、あの入ってるっていうのは特徴的かもしれない。聞きました、妻。断熱材すごく大事、はい、私たち冬をねトレーニングするので、はいはい、断熱材命なんです、はい、そのバンコンとかキャブコンとか、うん、まあそれ、まあ、国産で使われてるような、うん、まあ、本当にしっかりした断熱材って言われるとあれですけど、うん、あ、そういいもんではないの。そうですね、まあ、ただあのトレーラー自体で断熱材が入ってるっていうのはそんなに多くはないので。うん、まあ、ちなみにどういうタイプか分かりますか。グラスウールとかウレタンとかあると思うんですけど、はい、まあ、ウレタンスタイロフォームとグラスウールを合わせたものっていう形になります。で、これプロパンじゃないですか。はい、今プロパン の充填って簡単にできるものなんですか。簡単ではないですし、簡単ではない、まあ、かなりハードルは高いかなとは思います。そうなんですね。やっぱり昔に比べると、うん、まあ、法的な問題で充填してくる業者さんって、まあ、かなり限られてる。そうなんですね。自分で一から探すって、うん、もうほぼ不可能かなっていう気もしなくはないです。誰かに紹介いただいてとか、はい、そうですね。なるほど。じゃあ現実的にこれプロパンでしょ、はい、それを使おうとした時は、はい、例えば今カセットガス型のとかあるじゃないですか、はい、このまんまでカセットガス型に入れ替えができることってできるんですか。まあ、カセットガスに変えることもできるんですね、はい、なるほど。あとはまあ弊社 の系列店、はい、まあ、狭山店でもいいですし、うん、柏店、うん、まあ、新潟の方でもいいですし、うん、そこで依頼いただければあの入れること。そこで入れてくれるんだ、はい、なるほどなるほど。あ、じゃあまあできないわけではない。そうですね。このトイレとか、はい、それからこれシャワーにはなるんですかね。シャワーには、シャワーヘッドもあのそこが伸びるような形になるので。なるほど。伸ばして使っていくという感じですね。こういうことですね、はい、あ、この辺ボイラーとかは全然使える。そうですね。もしあの不具合があったとしても、うん、そこは弊社負担で直します。なるほど。費用の中に入っていると、はい、トイレは今のところ水漏れ等々は見つかってない。漏れとかなるほどですね。入庫してきた時にそこのルーフベントから雨漏れしてたって、うん、まあ、そこまでひどくはなかったんですけど、まあ、そこのコーキングの処理をし直して今は止まってる状況ですね。なるほど。
問題なし。今現状は完全に止まってます。外にシャワーを出したいなら窓から。まあそうですね、そういう使い方もできる。外でシャワー浴びる、はい、サーフィン、サーフィンだとね。まあね、シャワーを浴びるってことはまずまあないだろうね。で収納、はい、開けてみて収納。これがあるとあなたの調理も非常に。ここはあの食器類。これボイラーがついてるんですよね。お湯が出せる。はい。ボイラーのタンクに水をためて、うんうん、でその溜まってる水を温めて使うっていう形になるんです。瞬間ではないんだね。事前に温めるタイプ。ああ、なるほど。ボイラー内の水量がなくなったら、はい、それで終わりって形になるので。なるほど。あまり期待はできない。そうです。歯磨きぐらい。どうですかこのキッチン、このシンクサイズと、まあここもさ蓋がつくから調理をすることもできるんだよね。ちょっと向こうを見てみて、収納。奥様的目線で十分じゃないかな。そうだよね、今に比べたら。まあなんかもしかしたらそういう中に枕とかさ、毛布とかで、このテーブルを下に落としてベッドになるんですね。はい。まあこれはよくあるタイプなのかな。この FF もプロパンですよね、燃料は。ってことはそれもカセットガスに変えることもできるんですか。ああ、大丈夫。へえ、なるほど。ここ座ってみて。どれどれ。窓はこれ二重サッシになるんですか。一応アクリル二重窓っていうのがついてて、二重だ。二重になってる、確かに。あ、網戸にも、あ、網戸もあるんだ。ちょっとシールド両方あります。本当だ。開けてみてもいいですか。いいですよ。開けまーす。今、チェーンついちゃってるんで。チェーンついてる。このチェーンをつけないと車検が通らなくなるんですよね。へー。なるほど。あ、これこうか。取れちゃった、チェーン。簡単に。風通しよし。あー、いいね。見て。こんなに開く。すごい。夏も、大丈夫。なるほど。はい。窓全開すると、めっちゃ広い。3面とも開いて、3面とも網戸ついてるから、夏も快適。大丈夫。壊さないでよ。まだ契約もし、何もしない。トレーラーの仲間から、中古を見るときは、はい、接続部からトレーラーにかけてのフレームに、クラックがないか、見ておけって言われたんだけど、どういうところを見ればいいですか。この接合部にクラックがないかって、うん、特になさそうな感じしますね。多分目視では全然サビもないな。これがあれ100ボルトを取るところですか。いや、そこはボイラーの排気排熱させるところです。これはここが外部電源ですね。これの先が100ボルトにつながる。そうです。これは収納？トイレのカセットタンクが入る。このやつで何回分ぐらい使えるんですか、はい、1回のタンクで。何回分？いやー、ちょっと想像もつかないですね。で基本的にトイレってあんまり使う人多くはないので。うん、いや、そうかもしれないけど、はい、容量的な基準知りたいじゃない？はい。このトイレで何回ぐらい使えるんですかっていう。はい。まあ、水を流す量にもよると思いますけど、で20回とかで溜まる気はしますけど、特にそういうのはメーカーで出されてたりはしてないので。そうなんだ、はい。それは販売店さんとしての情報としては持ってないということなんですか。そう。あらゆるキャンピングカーにトイレついてると思うんだけど、はい、何回ぐらい使えるんですかって質問に対して明確な答えがないと。まあそうですね。なるほどね。だそうです。実際に動かせるぐらい人の手で。あ、動かせますね。最後駐車場の微調整とかはこれ設置されてるところであれば、うん、なるほどね。中がね、全然綺麗だったね。あと、基本的についている装備は、最初のメンテナンス費用の中で、ちゃんと全て動くように調整してからもらえるっていうことなので、そうだよね。ついている装備は全部使える状態で納車してもらえるってことだよね。何か壊れてるのあれば、うん。試験中の修理になります。まあ、これから、まあ、整備の目でしっかり見て、うん。判断する。その時点で確実に動かせなくなってますね、これみたいなのが出た場合ってどうするんですか。もう修理が効かないってうん、大相談になると思います。なるほどね。まあ、やっぱりこのぐらいの年式になってくると、まあ、中にはそういうケースも出てくるんですけど、はい、
まあ、これはおそらく大丈夫かなとは思いますけど、まあ、もしそういうのが出てきたとしたら大騒ぎになります。あのベッドのソファーのクッションとかのウレタンって交換した方がいいですか、あの今現状で。今現状は交換する必要はないと思いますし、まあ、もうすこぶるあのもう潰れてしまってとか、そういうのじゃない限りはまだまだ使えそう。じゃあまあこちらで、お願いした場合はもう乗り出しの時には基本全部動いてる状態、使える状態で、はい、引き渡ししてもらえると、はい、それがさっきそれがもらった見積もりに全部含まれてる。そうですね。さあ妻どうでしょうか。見積もりいただいた額だと175万ですね、総額。僕がずっとも見てきてる限りではかなりお安い方じゃないかと思います。どうでしょう。はい、間違いないです。さあこれが注文書ですね。売買契約書というやつです。これを、必要なところに記入、それからハンコ、印鑑を押して注文は確定。はい、車庫証明の申請完了、所要時間1分。これで3日後には交付してもらえるそうです。超簡単。That father is 10 and permed!